い、どうも、高原元就です。この動画でチャンピオンズカップ、こちらの予想と、明日のウィンファイブ対象レースの S から栄養カバー、この2つをやっていきたいと思っております。まあ、こちらのチャンピオンズカップがですね、先週のジャパンカップとは大きく違って大混戦みたいな、そんなムードとなっているわけなんですけれども、この動画が何か参考になっていただければ、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速やっていきましょう。今年のチャンピオンズカップなんですけれども、本命は、クラウンプライドにいたしました。こちらの馬が昨年のこのレースの2着馬となっております。当時がですね、道中2番手をずっと追走していたんですけれども、そこから上がり3ハロン2ということで、まあ普通は勝ってますよね、あの競馬だったら。というようなレース内容だったんですけれども、惜しくも負けたというね、そんな結果になりました。まあ勝ち馬の決め手をね、当時は褒めるしかないなという、そんなレースぶりでして、まあこの馬自身その後で言いますと、例えばサウジカップですとかドバイとか、そういった世界の強豪相手にですね、そんなに大負けしなかったという、やっぱそういったダート路線においてですね、僕どれだけ強い相手と戦ってきたかどうか、そうかなり重要視はしているんですけれども、その観点にあって、やっぱこの馬が積んできた経験値はね、かなり重要だと僕は考えました。まあ、一点気になる点があるとしたら、今回 JBC クラシックをね、まあ、結果的には予定をしていたんですけれども、回避という、そんな形で前走コリアカップからの直行ローテ。まあ、果たしてこれをどう捉えるかというところもあるんですけれども、まあ、中間の5期目を見る限りね、そこまで、こう、仕上がり途上とか、そういった部分は僕は感じませんでしたので、まあ、これだったら十分戦えるかなという判断となっております。まあ、同じように、出走予定していたレースを回避して、G1 の方で構想した、まあ、こちら先週のスターズのワースですね、そういったところがパッと思い浮かんできますし、やっぱこの馬自身の中距離ダート1800メーター適正、まあ、そしてあと両馬場ですね、こちらなんですけれども、両馬場の、この馬両馬場の国内のダート成績というのが2400連対率 100%、まあ、要するに国内における両馬場ダートだと全く大崩れがないという、そんな馬でもありまして、まあ、それを証明したのが昨年だったりとか、まあ、この中京の舞台で証明したレースとなっております。まあ、この枠順なんですけれども、結構前に行く馬がね、揃ってしまったのは確かなんですけれども、まあ、この枠順だったら、こう、なんだ、左右を見ながらというか、そういった出方が出ると思いますので、例えばこれが左打ちだったら、ちょっと外から被されるの嫌だから前に行かなきゃいけない。大外だったら後ろから行っちゃうから前に行かなければならないという、そこに余計な足使う可能性があるので、まあ、それを見つつ、大体4、5番手とか5、6番手、そこから抜け出してくる可能性が僕は高いと判断をいたしました。今年のチャンピオンズカップ、本命はクラウンプライドにいたします。で、ここからが相手なんですけれども、相手本戦には帝王ケインズ、僕はこの馬を評価するという形となっております。こちらが一昨年のこのレースの勝ち馬なんですけれども、当時が6馬身差の圧勝ということで、もう当面ね、このダート路線はこの馬の転換になるのかなと、そういう風に感じさせたんですけれども、昨年が4着というところで馬券喧嘩になっております。まあ、当時の範囲なんですけれども、枠しかないです。枠以外負けようがないというレースではあったんですけれども、枠順がちょっとね、外面を枠取ってしまったことで、こう、追走に足を使って、しまい伸びきれなかった。これ、例えばですね、その前で言うと、クリストベリューとか、そういった馬も経験したようなことでもありますので、それだけこの中距離だと1800メーターが外枠が不利かという、そんなところを示した一戦だったと考えております。まあ、それ以外の馬券以外をね、結構外枠に集中しているという、割と分かりやすいような馬でもありまして、まあ、今回は、まあ、そうですね、この馬で言いますと、1008寄りのスピードが今あるかどうか、そこは正直不安です。まあ、それが故に本命にはできなかったわけなんですけれども、やっぱ今年のメンバー構成考えると、スタミナが要求されるという、そんなところが想像されますので、であればね、この馬が2000メーター以上に培ってきた実績、まあ、そして去年のね、あの状態でも4着と構想したこと、まあ、そう2点考えたときに、この内訳を引いたことで、一昨年の再現というかね、それぐらいがあってもおかしくないような、そんな一頭だと考えております。で、その後がハギのアレグリアスですね。この馬に関して言うと僕、内目の枠を取ったら本命にする予定でした。なんですが、ちょっと微妙な、絶妙な、そんな枠を取っちゃったところでこの評価なんですけれども、それでもね、3番手に上がったということで捉えてください。こちらの馬なんですけれどもね、僕が強調したいのは、この1月の東海ステークスでして、この東海ステークスとこのチャンピオンズカップ、こうかなり関連性が高いです。例えば過去のゲストオーバーで言っても、アナザートゥルースとか、過去でアスカノロマンとかね、そういったような馬は激走しておりまして、やっぱ冬の中京ダート 1800m、この両者をつなぐ共通点がありますので、そこの好走馬は評価すべきだと僕は考えております。まあ、この馬に関しては東海ステークス連帯馬でもありますし、前走シリスステークス。まあ、こちら任した馬がアイコンテーラーなんですが、その馬がですね、次走 JBC 牝馬のね、レディースクラシック、こちらを勝ったということで、まあ、金量差があったんですけれども、それをものともせず跳ね返して勝ったということ、まあ、これかなり僕は評価すべきだと考えております。
あとこの馬先ほどのねクラウンプライドともちょっと重なるんですが、この両馬場ダート、両馬場ダート 1800m においては2200連帯率 100%、そういった要素もありますので、まあ、1コーナーでうまいことをインのポケットに入ることができれば、枠順の不利とかはね消失されると考えておりますので、そこの競馬さえ叶えば、全然内からスルッと抜けて勝つ可能性すら考えたいような、そんな一頭です。でその他名称ハリオですね、こちらの馬がですね今年 G1 を2勝、 JPN ね JPN1 を2勝ということで実績を積んだという、そんな古豪となっております。まあ、その反面ちょっと中央場所だとどうかという懸念もあるわけなんですけれども、この馬がですね4走前のフェブラリーステークス参戦して3着、まあ、3着という着順だけを見ないでくださいという言い方になってしまうんですけれども、当時本当ひどいスタートでして、もう絶望のスタートというか、もう勝った人はもう終わったなみたいな、そんなことすら考えてしまうスタートでした。それでもアガリサンハロー2位の足で3着まで突っ込んできたということで、中央場所でも十分やれるという、そんなところを証明したレースだったと考えております。でこの馬なんですけれども、非常に分かりやすい、そんな特徴がありまして、内枠の時は勝ってくださいという、そんなところがあるんですね。この馬内枠の時の成績が5021かな、そういったような成績でして、要は内枠だとほとんど崩れていない、まあ、2走前3走前の G はもう全て内枠でしたし、中央ダートの重賞、こちらがですね、宮古ステークスを勝っていたんですが、当時も内枠でロスなく立ち回っての勝利でもありました。状態面でいうとちょっと、まあ、100%絶好調と言い切るにはちょっと難しいところがあって、この評価ではあるんですけれども、やっぱこの枠を取った名勝ハリオ、この馬2年前参戦したんですが、その時外枠でもうジエンドという感じだったので、内枠を取った名勝ハリオはね、やっぱノーマークにはできない存在だと考えております。はい、続いてはウィンファイブ対象レースのレースから A 評価はこちらをやっていきたいと思っております。まずは中京の10レースなんですが、こちらの4頭が該当をいたしました。こんな方の3歳馬ですね、ロードアウォードに僕は注目をしております。このままダートに代わって参戦しているんですけれども、全て上がり3波の最速で、しかも金2走に関して言いますと、4角4番手から4番手以内、そういったところから上がり3波の最速でもありましたので、まあ能力としては申し分ないという、そんな一頭だと考えております。まあ、ソファ時計なんかもね、2走前が1分23秒4ということで、両馬場代わりの前走も楽勝ということで、やっぱそういった馬場適正だったりですとかね、そういった部分を兼ね備えておりますので、やっぱこの舞台でも昇級戦一発突破、これを期待したいと考えております。はい、続いては中山の10レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中だとゴールドバランサーですね、まあ、こちらも4歳馬なんですけれども、この馬を評価いたしました。前走が福島だったわけなんですが、3勝クラス、こちらの方がですねちょっと、まあ、激流というかね、なかなか厳しいような、そんな展開になってしまったんですが、激流でなんか、まあ前残りという結果になりまして、外枠を取って、まあ、道中後ろから行ってしまったことがね、ちょっと結果に影響したと僕は考えております。まあ、ただ今回に関しては中山の 1800m、 この舞台で未勝利戦に勝ったんですが、当時がもう1秒以上の差をつける楽勝ということで、まあローカルのね激流 1700m よりは全然追走もしやすいのかなという、そんな印象です。まあ、2走前の新潟戦なんかかなり強いようで楽勝の競馬でもありましたので、まあこの条件だったらね3勝くらいそこまで強いメンバーもいないようなところでもありますので、即通用というか一発で巻き返しの可能性が高いと僕は判断をいたしました。はい、続いては阪神の11レースです。こちらの4頭なんですが、こんな方と4歳馬の AT マクフィンですね。この馬ダートで全く崩れていないんですけれども、この馬は1番手といたします。この馬に関して言いますと、右回りの方がいいですね。まあ、前走東京でも走っていて、3走前も東京で好走はしていたんですけれども、2勝クラス、3勝クラス、いずれも右回りの競馬でもありました。まあ、なんなら芝勝った時は右回りということでもありますので、やっぱ右回りで、こううまいこと中段ぐらいからスルスルと上がっていくというそんな競馬が合っていると僕は考えております。まあ、今回の相手もねそこまで強力ではないですし、頭数自体も手頃な感じでもありますので、このぐらいの枠順だったら自分の競馬ができる、それだったらねやっぱ大崩れは考えにくいというそんな一頭です。あと一頭アイオライトですね、こちらについても補足をさせてください。まあこの馬は距離短縮が僕は狙いたいというところがありまして、まあ、この馬は距離短縮ローテだった2走前もね重賞だったんですが、それでも好走を果たしております。さらに年明けのですね、で2月の中京だったんですが、この時はダート 2000m から 1200m という、もう結構むちゃくちゃなローテだなという、そんな感じもあったんですけれども、筋量58キロで連帯を果たした、やっぱこれぐらいなんだろう刺激を与えないとこの馬自身真面目に走んないのかなという、そんなところすら浮かんでくるんですけれども、やっぱ2走前のローカル地方の交流重賞でも好走して、さらにはその前のですねリステッド競争でも楽勝していた、
まあ、結構このまま走れどあんま人気にならないというそんなタイプではあるんですけれども、ここも結構ね、まあ、筋量含めて人気の盲点かなという印象は伺いますので、であればやっぱ戦ってきた相手とこのローテーション、その2点においてね、上積み材料ありと僕は判断をいたしました。はい、続いては中京の11レースですね。まあこちら先ほどのね、なぞるような感じになってしまうんですけれども、クラウンプライド、そして帝王ケイツ。この2頭に関しては中京ダート 1800m の実績に加えまして、世界の舞台での構想力、大崩れがないというそんなところを評価しております。やっぱダート路線っていうのはね、ある程度キャリア積まないと即通用っていうのは難しいような、特にこの中京1800ってかなり特殊な条件でもありますので、そういった部分を加味したような分析となっております。はい、次では中山の11レースですね。こちらこの頭数なんですけれども、やたら前に行くが多いなという、そんなところがあったわけなんですけれども、その中でもですね、カンティーユという馬、こちら202番なんですけれども、この馬を評価しております。まあ、一番内目の枠を取った、これが一つの大きな材料でもあるわけなんですが、前走、結構半年以上か、それぐらいの休み明けかつ、洋芝という、結構難しい条件だったと思うんですけれども、それでも連帯を果たした、しかも当時の走破時計が洋芝で考えると1分7秒4ということで、もう走るたびにこう持ち時計更新みたいな、そんなような状況でして、まだまだね、キャリア的にも上を行けるようなそんな一頭だと思っております。で、今回の中山なんですけれども、2走前に逃げ切り勝ちがあるという、そんな条件でもありますので、開幕週のこの舞台、まあ、なんならその2走前の、この中山での勝利というのは開幕週の中山という、まあ、まさに今回と全く同じという、そんなシチュエーションでもありますので、この枠からポンと花を切れれば、そのまま押し切る可能性が高いとそう思っております。あともう一頭がサンライズオネストですね。こちらの前走復活走というか、まあ半年ぶりぐらいにね、馬券圏内入ったわけなんですけれども、やっぱダイヤメジャーのこの舞台ってなかなか買いたくなるような、そんな誘惑に駆られちゃうわけなんですけれども、まあこの馬自身がですね、2022年の1月、この中山1200m カンバンクルステークス、こちらの方で勝利を収めておりました。当時が馬番5番という条件だったんですけれども、やっぱこの馬自身が内役の方が走る傾向にありまして、まあ、馬番2桁番で走った前回がオープンクラスだと初めてかなというそんな感じだったわけなんですけれども、それぐらいですね、やっぱ今が充実しているという、そんな裏返しにもなるのかなというそんな一頭です。まあ、今回の開幕週の中山で内枠を取ったこと、まあ、先ほど申し上げましたカンティーユがですね、ある程度前に行けばそこの後ろをくっついていくという、そんな選択もね、可能だと思いますので、そうなった時にちょこっと最後ゴール前で差し切るという、そんな可能性も想定したいという一投です。はい、以上でチャンピオンズカップの予想とウィンハイム大賞レースの S から A 評価は、この2つは終了となります。来週は2歳 G1 の阪神ジュベナイルフィリーズなんですけれども、それ以外にもですね、日曜日は香港国際競争という結構ビッグマッチが待っているというところがありまして、まあ、競馬ファンにはたまんないというね、そんなような1週間になっていると考えております。来週も月曜日の方にデータ分析を上げていきたいとそう考えておりますので、何卒チャンネル登録などね、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。